はいどうもみなさんこんにちは。えー、愛と聖書と陣内と LGBTQ+。えス、ー、今日もですね、同性婚ゲイ、ゲイの権利をめぐるアメリカ現代史第3回お送りしていきたいと思います。ジョージ・チョン氏さん、明石書店から2006年に出ている本でございます。えっ、ー、とね、これ、ちょっと今日の歌詞面白くて、あのさ、まずさ、その、 まああのすごいねあのなんだろうもうどこまででも遡もれる話なんだけどあの聖書ってそもそもって話なんだけどねあのいわゆるその、まあ、ファンダメンタリズムって言うんだけど聖書は、えっと、一字一句違わず神の言葉であり人の私的解釈を施してはならずってやつね。 チクゴ霊関節ってやつがあるのよ。で、これまあシカゴ宣言ってやつがあるんだけど、えっと僕、まあその聖書を神の言葉だということに僕は100%同意するし、そう思ってます。だけど、この筑ク霊関節ってもう無理があるってことは、あの藤本光先生とかがまあすごいいい講演とか本も書いてたりするんだけど、あのね、あの。 指的解釈を施さないって無理なの聖書って。無理なんです。えっと認識論的というか解釈学的に無理なんですよ。えっと我々が人間である以上その超越的な真理って解釈抜きに 要は、レンズなしで何かを見れるって言ってる人がいるから、言ってるのと同じなのよ、ね。私は解釈してませんっていう人って。でわ分かりますあの、俺、目ないけど見えるよっ,つって言ってる。心眼で見てるよみたいな話だから、えっと、誰かが何かを認識するっていうのは、どこまで行っても解釈でしかありえないっていうのが、もう認識論の基本なの。ね。で、このあたりは、その、減少するとは何かっていう、フッサールの減少学であったりとか、まあ、西洋哲学を 多少なりともかじった人は常識として分かってるはずなんだが何だろうなこの畜獄霊関節を取る人たちってなんかそこがすごくぬ抜け落ちてて「その私は辞儀通りの解釈をしてます」「あなたはしてませんね」って言ってる人って僕もうそれだけで信頼に値しないと断言していいと思います。っていうのは、えっと、私は辞儀通りの解釈をしてるんですっていうのは俺は正しいの言い換えでしかないからです、はい、以上です。 <laughs> 本当に以上なんですよ。で実はね聖書ってもっと言えばあのある主題に関して逆のことを言ってたりするって分かりますそうなんですよ。いろんなことがあります。だから戦うべしって教えてるところと戦わざるべしって教えてるところがあったりするわけ。ね 計画しない方がいいよって教えてるところもあれば計画せよって教えてるところもあるのよ。ねだから聖書って実はあらゆることをそこだけを切り取ると言えちゃう書物でもあるわけ。人間って自分の結論に聖書をどのようにでも用いることができるんです。これ極論を言うと。だからといっ で我々がが真理に迫るここととととできななないいいかうそんは聖書というのは特別啓示といってえっとその神の御心にを知るためのものすごく大きなものであることは間違いないし僕もそれには同意するだけどえっと一方で我々は聖書を用いて恣意的にいかなることでも言えるということは 僕らは肝に銘じておく必要がある聖書ってその国家権力に従えよとも言ってるし国家権力を警戒しろよとも言ってる前者の代表的なのがローマ書後者の代表的なのがヨハネの黙示録どっちも言えるんですよじゃあ神様は日和民主義的で何も意見ないのっていうと神様は明らかな方向性を持ってる で聖書全体を通して神のご性質を我々は完全には知りえないけど我々が人間である以上ねだけどそこにどうにかして肉薄したいと願う人間の営みを我々は長らく神学と呼んできたでこの神学には2000年の歴史があるキリスト教会と同じだけ古い学問これが神学ですキリスト教神学です で、この神学というのは永遠に未完成の学問です。なぜなら私たちが人間だから。でこういった積み上げっていうことを我々は踏まえながら神様って何を考えていらっしゃるのか神の御心は何なのかということを知っていくっていうツールとして聖書っていうのは非常に重要で、えー、そして、えー、っと聖書というものはえー、っとなんだろうあのだから聖書にこう書いてあるからもう議論終わりだねっていうことってほとんどないからね。 でえっとごめん話を遡りすぎたけどあのね人間って自分の結論に聖書をどのようにでも用いるという恒例があってもう今となっては滑稽ですらあるある神学がありますそれが隔離主義神学っていうんですよセグリゲーショニストセオロジーっていうんですけどえっとこれねまあ読みましょうか箇所をね。 216から217ページ1950から1960年代にかけては多くの白人が歴史学者が隔離主義神学 t グ o ーショ t ス h e o l o g ーと呼んできた論理に基づいて人種隔離を擁護し続けた例えば1960年代半ばに 異人種間の結婚に関するラビングの裁判を担当した下級裁判所裁判官は以下のような判決を下している。全能の神が白人種や黒人種。 黄色人種マレー人種そしてインディアンを作りそれぞれを別の大陸に配置されたそうした神の配慮に逆らう行為がなければそもそも異人種間結婚など起こりようがないのである神がそれぞれの人種を離して住まわせたという事実は神は人種が混ざるるここととをを望まれていないことを示していいいな示し当時実はまあ多くの知らない今の人で本当に今の感覚からすると嘘でしょって思うんだけど1965年までアメリカ アメリカでは黒人と白人の結婚、異人主観結婚が非合法である州がたくさんあったの。65年に連邦政府が確かそのあれを変えたんですよ法、ね。憲法に基づいてそれはそういう法律を州で持っていてはいけないよってことになって今では異人主観結婚を禁止している州は一つもない。それは当たり前だよね、僕らの感覚からしたらね。だけど65年までそういう法律があった。じゃあその異人主観結婚は聖書的ではない。 と言ってた人の根拠どこだと思いますよ？聖書の使徒、えー、行伝の17章26節なんですよ。 えー、当時は使徒行伝17章26節の「神はそれぞれの国がどれほどの長きにわたって栄え領土の境界はどこであるべきかを定めた」という聖パウロの言葉に関する隔離主義的解釈が広く浸透しており裁判官もこうした解釈に基づいて先の判決を下したのであったまたフロリダ州最高裁も、えー、1955年にやはり聖書を正当化に、えー、用いて神は人間を創造した時にその肌の色に応じてそれぞれときにその肌の色に応じてそれぞれ のの人種を別の大陸に配置したという決を下した。で人種隔離政策ってどんなものがあるかというと異人種間の結婚禁止はもちろんのことをまあ皆さんもいろ多くのねいろんなまあグリーンブックっていう素晴らしい映画がありますけれどもあの当時の雰囲気ってどんな感じで、まあ、グリーンブックって何かっていうと、えー、そもそもですよあの 黒人が旅をするのに必ず筆形してなきゃいけない。まあ、白人も当時はそうですけど、筆形し,していなければいけないホテルのリストが、えー、記載された本をグリーンブックと呼んだらしいんですよで。それ何かっていうと、えっと、 黒人も泊まっていいホテルと白人オンリーのホテルっていうのが分かれてたから黒人が間違って白人オンリーのホテルに行こうものならもうボコボコにされたりしてたわけそしてボコボコにする権利を州が合法的に与えてたりしたわけ今だと信じられないけどねでトイレだって分かれてた、えー、教会だって分かれてた でそのように黒人と白人というのはもう交わらないべきだとするのを、えー、それを神学的にサポートする人たちがいたわけでこの人たちが使徒行での17章の26節を、えー、これを金華玉城のように掲げてだから、えー、我々はそもそも別の大陸に配置したんだから、ね、そもそも黒人がアメリカなんかに来ることがそもそも間違いで、えー、そして血が混ざるなんていうのは非聖書的なんだって言ってたのよ。えー、皆さんこれどう思います まあんぱんものですよね今の考えから今の、ね、感覚からしたらね。だけど彼らは真面目にやってたわけ。つまり人間って聖書を自分の言いたいことに合わせていかようにも恣意的に用いることができるということを我々本当に肝に銘じておかなきゃいけなくて僕もそこに例外ではないですよ僕だって人間だから。だけどそういった謙虚さを持たずに。 ここの書いてあるから同性愛は罪なんだみたいなことを断言してしまうことの怖さは我々本当に肝に銘じとかなきゃいけないと思うよ。だってナチズムを支持した神学者たちも聖書を根拠にねアーリア人のえ、ねえー、と優越性そして歴史の帰結として必ず白人社会になるんだってことを言ったんだからね。で聖書ってそれぐらい怖い書物でもあるのよ。でこれ本当に知っといた方がいいよ。 でまあこの人たちにさらに深い追いしてこの白人史上当時の白人史上主義者たちに深い追いして突っ込みならばあなたたちこそ大陸を横断して勝手に住み始めた人でしょうと多分ネイティブアメリカンなら言うだろうね。はい、あなたたちが彼らから土地を非合法に奪ったんだからね。これは言わせてもらうよ本当に僕は別にネイティブアメリカンじゃないけどやっぱりそこに略奪の歴史があったというのはいつまでも言わなきゃいけないよね。アイヌだってそうだよね。はい え次いきましょう。はいえー、からページでございますで、ね、これがね人種隔離政策とホモフォビアアンチ LGBT ってルーツにおいてつながってるって話なんですよ。じゃあどういうルーツがあるかというとはっきり言いますよ差別主義と白人至上主義です。 217から218ページ、これね、ジェリー・ファルウェルという、モラル・マジョリティという団体を立ち上げた人物、これ、まあトランプのトランプの友達ですけど、えー、この人の人生をたどるとわかるんですよ。で僕も、ジェリー・ファルウェルも、歴史上の中で一番嫌いな一人なんだけども、まあ、この人ね、あのエイズは、えーえーっと、同性愛に対する神の裁きだといった人、まあ本当にヘドが出ますけどね。 <laughs> でえっと217から218ページこうした裁判所の判決文かっ分離主義進学を根拠とした異人主観結婚の否定かっ閉じるはそれぞれの地域の白人教会の説教団から繰り返し献殿された例えばジェリー・ファルエルという名の南部の青年牧師は人種隔離は神の計らいの一部であると説教したファルエルは1958年にもし最高裁が神の御言葉かっ聖書を知ってい,ないたなら 学校のの人,人種別隔離を撤廃しししたたた年の判決決が下されるることととは決してなかったと断言言できると宣言したつまり1954年に最高裁が黒人の学校と白人の学校を分けることは違憲だということを、まあ、今だったら当然だよねだけどそれを言ったんですよだからファルウェルはそれに反対してたんです彼らは聖書を知らないからこそそんなことが言えるんだってこの人はのたもうたわけ。 で、えー、続きを見ましょう、えー、彼は人種隔離の撤廃を訴える人々をモスクワのスパイあるいは悪魔の使いだと非難すらしたまあヘドが出ますね、えー、近年ファルエルとその他の宗教保守勢力がゲイの権利をめぐる諸論争の背後にちらつく恐怖の幻影として同性婚の権利を描こうとして奮闘しているのと待 全く同じように50年前にも彼らを筆頭する保守的白人牧師たちは、えー、人種隔離の撤廃がもたらす論理的に不可避で最もおぞましい帰結として異人種間結婚の脅威をちら,ちらつかせていたたのだったつまり人種隔離政策を、ね、支持していた人と現在同性婚に反対している人って、えー、同じ論理でで反対してるんですよそんなことをしたら社会が壊れるって彼らは言ってるんですよ。 でも壊れてないじゃん。人種ね。その維新種間の結婚ね。しても、社会壊れないっすよ。はい。壊れないっす。壊れてないです。で、まあ皆さんの周りもいくらでもいいでしょ。僕の義理の兄もアメリカ人のね、白人の方と結婚してい、い素晴らしい家族作ってて、むしろもっと素晴らしいものが生まれるじゃないですか。それ違う文化が出会ってね。そして理解し合って、僕のお師匠さんの神田先生も、えー、奥さん、別さんね。えー、 白人の女性と結婚してますでもで神田先生の時代は本当に、えー、まさにこういうものがアメリカに吹き荒れていた時代で日本もその煽りを受けていたから。 えね、外国人の奥さんと結婚するなら、えー、牧師であるという権利を剥奪すると、えー、神田先生も当時脅されたそうですでも、えー、神様にやっぱり、ねえー、神様の前で結婚することで教会が、えー、言おうが言うまいが、えー、それは関係ないということで神田先生は筋を通した僕はそういう部分を神田先生も そう,いうことなんですよで、えー、それからほぼ40年後モラルマジョリティを創設しだからこのファルエルがねでゲイの権利に反対する十字軍の著名な指導者となったファルエルはすでに撤回していた過去の自分の隔離主義主張についてコメントを求められた時に当時の南部白人教会でそうした隔離主義思想が広く浸透していたことを思わず認めてしまったファルエルは説教の時に当時の自分はまだ経験不足の若造で党の政策や 宗,えー、宗派の方針に従っていただけだと釈明した自分が流れに争い過去また世論に逆らって進む覚悟ができたのはもっと後のことなのだと無論ファルエルはこう語ることで自分の道徳的信頼を取り戻そうとしたわけだがこうした彼の弁明自体が当時の南部白人教会の世論は人種隔離の撤廃や異人主観結婚の容認に反対していたことを裏書きしている。 ゲイ運動は宗教勢力の強固な反対論に直面した最初のシビルライツ、えー、市民運動でではないのである、ね、だから、えー、っとつまりゲイ運動ってゲイの権利を獲得する運動っていうのは、ね、宗教勢力宗教保守勢力に対して、まあ、非暴力の抵抗を今も続けてる僕のこの放送も非暴力の抵抗だと捉えてもらって構いません。 でこれは初めてのそういった運動じゃないと過去にもい,いろいろあったよとその代表的なものが人種隔離政策に対する抵抗なんですよアメリカだとね、うん、でこのファルウェルってつまりそれ撤回してるんですよ彼はまあだからまあクズなんですよ彼あのだからその日和見主義者っていうかその世論がもうさすがにその今の時代でさそのあなた過去にその黒人と白人分けるべきだって言ってたじゃんねえ聖書引き合いで言ってたよねって言った時に いやあれはねあの、本当はちょっと意見違ったんですけど、あの時はさすがにちょっと南部の教会の雰囲気があれで、ちょっと僕まだ若造だったもんで、ちょっとそれに逆らってでも黒人の権利を、ね、言うと勇気が当じゃなくてね。まあ、醜い言い訳だよね。クズだよね。<laughs> はい だけど今はまだまだそのゲイに反対する人の追い風が強いからそれによって僕はもう日和未主義なんですよ。全くその世の流れに逆らって歩むという気概もないクズだということがまあこの発言で証明されているということになるのかなと僕は思います。えー、ということでまあ最後はもう僕があのジェリー・ファルエルがどれだけ嫌いかということが皆さんにえ分かっていただけたかと思いますけれども <laughs>。ちなみにね、ファルウェルってなんかね、スキャンダルかなんかでね、失脚したんだよね、その後ね。 でトランプの応援もした後とに、えー、そういったニュースを読みましたけどまあクズですね。<laughs> ということでまあ本当腹立ってるんで僕あのファルウェルに関してはあのそうそうエイズは神の裁きだとかね本当にひどいと思いますよ。 そういったことがどれだけ差別を生んだか、本当に彼には天国で反省してほしいなと心から思います。えー、ということで、えー、そうですねで、同性婚、ゲイの権利をめぐるアメリカ現代史第3回でえー、今回で終わりになります。最終回ですね。次からまた別のシリーズに移っていきたいと思いますので、また聞いてくだされば嬉しいです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。